こんにちは。こんにちは。立中流落書き部、今日も雑談していきましょう。はい、ということで、何がということでですかね。今日は、手話シリーズの番外編ですね、先週最終回とか言ったんですけど。言いましたね。もうちょっとやってみようかと。なかなか楽しくて斬新でした。ありがとうございます。先週の、その、パーツで、線のライン、本数を縛って、やろうって、練習してみましょうっていうのを。うん、5本結構多かったんで、予想が。そうですね。5本っていうよりか、私は、1個しか、だと、もうちょっとやってもらわないと分かんないなっていうところもあったんで。そうですね。今日は、もうちょっとやってみたいと思います。はい。お願いします。はい、早速。誰かな、モデルさん。はい。そうですね。本当は頭が下がりますね。はい。ねえ、ベルトもあって、メガネもあって。ルールをもうちょっとおさらいしていきましょう。はい、先週やったルールですけど。で、ベルトがあって、足があって、で、こう、手のパーツがあって、で、まあ、このパーツごとに、シワの本数を決めて、絵を描いてみましょう。この写真から選んでいきましょうっていう、ゲームというかエクササイズをしてみました。今週はちょっと減らしてですね、3本各エリア、3本でちょっと描いてみようかなと思います。はい。はい。シワに注目するゲームだから、ゲームだもんね。はい。線の数ですね。頑張って一生懸命こう描いちゃうと線が多くなっちゃうので、まずは大きな形は割とシンプルに捉えて、はい、あとシワのこと考えてっていう形で進んでいきます。はい。まあ、中さんがやってくださるので。はい。ちょっと頑張ってみましょう。はい。とりあえず、側を描きますね。はい。絶妙ですよね、ゆいさんのポーズ。人に笑わしてくれる。ね、普段はもうこう描いてるそばからこうシワとか。ガンガン描いていくんですけど、まあ、今日は、まずはシーバーを入れるための白地図描いてるみたいな感じですかね。はい、な感じで、ちょっと。はい。こんなもんで、やっていきたいと思います。はい、3本ずつなんで、先週よりは随分。少なくなってると思います。まあ、とりあえず、左腕、向かって右から行きたいと思いますが、よいしょ、ちょっと、わかりづらい線は消しておきましょう。よっこらしょ。同じにかけた人が偉いんではなくて、ですよね。そう。縦中さんはああやったな、俺はこうやるな、みたいな。僕は、私はこういうふうに見えましたよっていうのを、ちょっとやっていけばいいと思います。はい。多分、ここにハーフロック。まあまあ、肘が曲がっていれば、そこに出てくるって感じなんで、まあ、定番な感じ。ハーフロック。そして、3本ですからね。割と、どれ取るの？このスパイラル。これでもう一本、この辺に見えるスパイラル。ですかね。で、向かって左の右腕、肘、スパイ、ハーフロックですね。ハーフロックがあって、スパイラル。そして、スパイラル。前腕部に、スパイラルをどこか。こんな感じで。迷いますね。だから、
肘がだって上腕と前腕とあるから、うん、その一個ずつ入れようかなっていう気もするし。その通りですね。はい。一個一個のパーツの情報をちょっと表現できるような感じで。なんか肘のところにぐしゃぐしゃってなってるなとか、うん、あの脇のとこぐしゃぐしゃってなってるなって思うとそこにいっぱい入れたくなっちゃうし、うわ、まあ、考えどころですね。そうですね。考えどころですね。楽しい。はい。足に行きまして。ここ、ハーフロックのフリーして、実はすごく。どうしようかな。あ、迷うわ。ここに、ここに。あの、こう、裾は絶対ジグザグ入るんですよ。これが。うん、これが入るんですよ。うんうん、だから、これ一本、これでも消費してるんで。ゆいさんのズボン直しに行ったりしてください。そうそうそう、まあ、伸ばしてください。3本しか引けないんだから。3本しか引けないんで、ここにハーフロックがあって、上は大丈夫なのか。ここにスパイラルを入れるか、ここにスパイラルを入れるか、って感じですね。僕はこの3本で引きたいと思います。っていうのは、向かって、ちょっと前、チャックをいった。入れて、向かって左側、右足の、ここで多分、スパイラルが、1本か、3本少ねえな。1本入って、やっぱね、このジグザグは外せない気がするんですよね。ジーンズらしい。ジグザグね。うんうん。これでもう1本こちらに、スパイラルを入れると、立体感が生まれるかなみたいな感じで、うん、胴体はどうしようかな。胴体はどうしよう。ここにたわみがあるんですよね。このので影も含めてジグザグがあって、袖のところにハーフロックがあって、どうしよう。ドロップ的なラインがここにもう一個あれば3本目っていう感じですかね。うん、楽しい。難しい。5本引きたいけど、でもだからこそその一本一本のラインの重要性もわかるし、例えば今のね、このゆいさんだったら向かって右側の足のさ、お尻の下にめちゃくちゃ入れたい、ね、ありますね。ありますね。ありますよね。だからそうなんですよね。で泣きの一本とか、ね、そうそう。泣きの一本、うん、だから3本だったけどやっぱここ重要だよねっていう時に泣きを入れてもいいし、うん、まあ基本3から始めて、うん、でポイントでもう一本足すとか、まあまあいろんなやり方あると思うんですけど。楽しいです。はい。あのね、足りなさとか。足りなさが。選ばなきゃいけないっていうね。とかね、あの、頑張ってジグザグは一本で引こうとかね。あの、本数制限なかったらもうなんかそこのところちまちまやっちゃいそうだけど、3本しか引いちゃいけないんだったらもう S カーブにジグザグつけるぞっていう感じで、ね、こう大事に大事に選ぶ、シワを見るっていう、すごい面白いゲームだと思う。はい、先生、もう一回やりたいです。行きましょう。はい。やった。ちょっと難しいかもしれないですけど、次はドンドンドン。はい。おー、まこさん。これは多分、もう一つ、後ろにコートがあるんで、あれまたもう一つ別パーツとして、カウントしてもいいかなと思います。はい。はい。じゃあ、ちょっとやってみますかね。これ、胴体少ないですよね、シワ。まあまあ、3本、シワ3本で。3本で。いきます。はい、パーツごとに3本のルールで。そうですね。コートは別物と。コートは別物で。はい。行きましょう。ちょっと、白地図を買って。はい。シワゲーム。楽しい、うん、なんかそう、うまいとか下手とかじゃなくなってきた。ああ、そうそう、いいですよ。楽しい。ここにケープケープ、なんだっけ、ホールド。ホールド。
まあちょっと、後からアウトラインにも影響が出るんで、ちょっと大体で、やっていきたいと思います。はい。はい、私も白地図できました。はい。うん、いいですね。ケージが、引き込み出ますよ、みたいな感じの。あ、こんな感じでちょっと行ってみました。はい。はい。ちょっとこう凛々しい感じで行きましょう。よいしょ。はい。はい。ではでは、どうしようかな。一番多そうなとこがいいかな。左腕、手前ですね。手前の左腕。スパイラル、ハーフロック。うわ、どうしよう。ここ書きたいんですよね。はい。これ、腕3本で書きました。で、向こう側の、ここにちょっとベルトみたいなのありますね。向こう側のコートのに袖を通してる右腕。はい。3本で表現してみましょう。スパイラル軍団って感じですけど。軍団ですか？軍団ですね。これジグザグでちょっとこう、距離を稼ぐ的な、こんな感じで、やってもいいかな。1本、2本、3本。こっちのちょっと押さえつけられたハーフロックチックな、なんかこういうのもいいかな。まあでもちょっと伸びやかな情報が欲しいので、僕はそうですね、あそこのスッて通したって感じが、この S カーブをスパイラルで入れてあげるとすごい出ますね。うん、うん、なんかそれ考えなかったら、こうもっとちょっ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 ていう、この上側の、なんていうんだろう、ちょっとって、ね、そうそうそう、あそこを書いちゃいそうなんですけど、うん、うん、そうですね、本当これでシュッっていう音が聞こえてくる感じがします。うんうん、でちょっと胴体いきますか。はい。胴体、ここのスパイラル。脇の下にスパイラル1本。2本、もう1本いって、ここにね、パイプっぽいのがあるんですよ。こういう風に見つかっちゃったか、はい、私もそれ書いたとこなので、はい、このパイプの先がまたちょっとこう脇の下に通じてたりなんかして、なんか勢いの、表現にもなるかなと思って。でパイプなので、パイプもうここ書いちゃいますけど、パイプなので、はいはい、下のこのスーツのですね。スーツの、ちょっとアップして。スーツの、ここに、ちょっとこう、パイプっぽい、情報を入れてあげると、とてもいいのかなと思います。はい、なるほど。これ3本。はい。はい。足に行きますね。はい。右足、向かって左右足。スパイラル。スパイラル、ドース、ジグザグ。そうですね。左足、手前の、向かって右の左足いきます。ここは多分、右足のこの、こちら側の、このスパイラルの、このカーブとこうする形で、ここに、スパイラル、つなぎすぎたらあれか、ちょっとずらすか。みたいなことをね、ブツブツ考えながらやってください。はい。一本。膝からこっちに、スパイラル。
裾にちょっとジグザグチックなことがあるのかな。はい。うん。やっぱ仕立てのいい数値だなっていうのは、なんかこう胴体のところにシワが少ないですよね。そうですね。なんかパリッとしてるというか、スッとしてるというか、なんかお高い感じがすごくしますね。ヨレヨレじゃない。うん、ヨレヨレな感じじゃなくて、はい。そしてお待ちかねのケープフォールドが、はいはい、これ多分遠心力がこうブーンってね、ブーンってこう来ている感じがあるので、ではこの写真はマッコさんがコートを羽織るっていう連続写真を撮ってるので、一連のこう一コマなんだけど基本的には動き続けてる中の一個って感じ、連写で撮ってもらいましたね。なんでこうコートが引っ張られていて、多分遠心力が、まあ、前後の写真を見て推理、これはネットというかサイトで前後のポーズも見られると思うので、気になる方はそちらで、でまあ遠心力がこう矢印外側にかかってるんで、それに向けて多分ケープフォールドみたいな感じでこう、でちょっとパイプっぽい1本2本ですね、これで3本目、パイプっぽいこう情報が見られる気がするので、まあ、ここに最後この輪郭線のところのパイプホールドっぽい情報を入れるといいんじゃないでしょうか。こうですね、はい、かな、はい、うん、こんな感じでちょっとシワのエクササイズというか、なんかゲームというか、なんかこんな風にして、ちょっとね、たくさん情報がある中で、自分が一番大切だなと思うものをこうピックアップするような、練習になると思うんで、ちょっと3本は割といいかもしれないですね。先週の5本は多かったな。そんな感じはしました。はい。布のシワ、たわみ、あるいはその中に入っているものの向きだったりとか、いろんなものがね、シワの線一本で表せるものですね。びっくりしました。ありがとうございました。ありがとうございます。ではでは大好評シワシリーズ、これにて本当に終了。でもまたね、まあなんか発見したら、はい、とかリクエストいただければ、そうですね。はい。モデルさんの写真用意したりとかしたいと思いますので、はい、ぜひぜひコメントください。はい、お待ちしております。では、今週の縦中流落書き部、ここまでです。はい、また来週。はい。バイバイ。